高校生の時まで人間ドックのことを動物病院のことだと思っていた、犬好きなゆっくり霊夢です。地元にそういう名前の病院があるんだなぁと謎の勘違いをしてたんですよね。社会人になってようやく人間ドックのことを理解できた、今なお成長しているゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは劉備と奮慶の交わりを結んだ男、賢秀よ。劉備は前夜とかもそうだけど、若くして色々な英雄とよく関係を持っているわ。奮慶の交わりってのは誓い合った人のためにならば命を懸けることもできる、っていう誓いですね。生半可な覚悟で結んだら痛い目に遭う誓いでもあります。さて改めて紹介する男は賢秀、あざなお死刑。劉備と誓いを結んだだけあって当初は曹操と対立していたものの、いろいろな不運な偶然が重なって曹操に降伏し、彼の下で辺境の名将とまで呼ばれるようになった男。彼は一体どういった人物なんですか？賢秀は紀州安平郡甘辛県出身の人物で、10歳そこそこで同郷の学院という人に学問を支持していた男よ。また、若き日の劉備とはお互いに英雄と認め合っていた仲だったらしく、お互いに奮慶の交わりを結んだとも言われているの。時に師匠の学院はこの時代の権力者である大将軍家臣の義理の弟の、社稷将軍家病の調理に抜擢されて中央に召喚されたので、賢秀たち生徒は中央までこれについて行って賢秀は勉強をしっかりやり、学問の勉強を終了させたの。お師匠さんは時の権力者に招かれるぐらい著名な人物です。その師匠の生徒ですから仕官も割と簡単にできるんじゃないでしょうか。これが平時の時代だったらね。189年、大将軍家臣が宦官に暗殺されると、義理の弟である華病派大将軍暗殺に組したのではないか、と疑われたので切られ、楽院もそれに巻き込まれて撃たれた。もう中央はそこら辺で刀が振り回されるぐらい危なかった場所だったんだけど、賢秀は同じく楽院門下の、城と共に白人を住んでのところでかわし、楽院の屍を守りながら危険な中央からなんとか脱出することに成功したの。賢秀は若くしてなかなかの修羅場を経験しているわね。大将軍の家臣が宦官に暗殺されると、彼は結構慕われていたので多くの人たちが復讐に燃えて剣を振るってきたんですよね。よくもまあそんな危険地帯から師匠の遺体を守りながら脱出できたもんです。賢秀たちは帰還している最中で賊と出会い、城たち門下生は多勢に無勢と見て逃げ出した。賊は師匠の遺体が入っている釘を抜き、中から高価なものを盗もうとしたんだけど、賢秀だけは賊から逃げず、どうかやめてください。と涙を流しながら賊に懇願し続けた。賊は賢秀の義に心を打たれて賢秀の元から去っていったみたいね。この賢秀の勇気と義によって彼の名前は大きく伝わることになったみたい。賊に臆せずに自分の要求を伝え、それを飲ませたんですからね。普通の人にはできませんよ。その後賢秀は紀州牧延昌から招かれて特軍従事に任命され、右眼と月も任されたの。もうガチガチの武官。炎章の側近が罪を犯した時はまずはこれを先に切ってから炎章に報告していたようで、炎章はこれは誰でもできることではない、として特に彼を罰さなかったの。主君の側近を切るってのは無断で流行りづらいですけどね。まあ若い時から中央で乱に遭遇し、賊と一人で渡り合った賢秀が今更こんなことで怖がるとは到底思えないんですけども。炎章が病死すると賢秀は炎章の三男である炎章に仕え、204年に曹操が行を包囲すると炎章は賢秀を上等に行かせて兵糧の輸送をお願いしてきた。まあ賢秀が帰還する前に炎章は曹操にボコボコに負けてしまったので、この兵糧は完全に無駄になったんだけども、むむむ。完全に対曹操との戦いでは後手後手です。炎章は中山に逃げ、賢秀は炎章の甥にあたる平州獅子交換にこの窮地を助けてもらいたく、彼に平州は左には山、右には川があって守備は万全。ましてやあなたには5万の大軍があり、北には強大な子族もおります。炎章様とどうか協力していただきたい、と願い出たものの、交換はこの作戦を採用しな、勝ったばかりか、なぜか密かに賢秀の暗殺まで計画していたようなの。
だから賢秀は密かに高官の元から逃げ出したんだけど、帰り道が封鎖されていて主君の炎症の元に帰ることができずにやむなく東に行って早々に降伏したの。早々覇気州を獲得すると賢秀を十字に任命したみたい。敵である曹操から攻められているのに、ここまで来て仲違いしているんですからそりゃ苦戦もしますよ。その後、曹操が延旦を討とうとした際、竜城の右岸が騎兵を援軍に送り延旦を助ける動きを見せ始めた。曹操は賢秀がかつて炎章の下で右岸の騎兵を率いていたことを知っていたので、異民族と通じている彼を竜城に派遣した。賢秀が竜城に到着すると、右岸の祖国炎が今まさに武装して兵士5000を率い、延旦の元兵校としており、さらに両党大使公孫公は自らを兵州国と称しており、使者の漢中を使って祖国炎に善右の援助を渡し、王に任命している場面にも遭遇した。今まさに、曹操、延旦、公孫公の三国による右岸の兵の取り合いが始まった。これが北方三国志ですか。祖国炎は族長たちを集めて会議を開き、その席に賢秀と漢中も同席した。ここで祖国炎は賢秀に、昔、炎章殿は皇帝の命令を受けているからと言って私を善右に任命してくれたが、今度は曹操殿が皇帝に進言して私のことを真の善右に任命するとか言ってきた。ご覧の通り、両党からも、印字を持ってきている。私にはこの三人のうち誰が正しいのかよくわからんのよ、と、この異常事態の解説を賢秀にお願いしたの。祖国炎は今三人の人物から善右に任命されています。とってもモテモテですよ。賢秀はこれに答え、昔、炎章殿は皇帝の名のもとに官職を任命することができる権利を持っておりました。長い時が経ち、それが炎章殿から曹操殿に変わっただけです。ですから後から言っている曹操殿が真の善右にするという命令の方が正しいというわけであります。両党とかいう下っ端がどうして、勝手に皇帝の名のもとに官職を授ける行為ができましょうか。と言い、曹操の方が正しいと述べたの。一時は炎章は皇帝を利用できる立場にいました。曹操が炎章を恐れていたのでそうせざるを得なかったんです。ですが、今や状況が違う。炎家にはもう皇帝を利用できる力がなくなり、それを利用できるのが曹操だけになった。だから曹操の言葉の方が正しいと。これに主君を馬鹿にされた漢中は怒り、我が両党は100万の兵士を抱えており、また多数の異民族を従えていてその力は天下一。強き者が正しい世界でなんで曹操の命令の方が正しいのか理解できませんな。と言うと賢秀は漢中にぶち切れ、曹操殿は忠臣でありながら聡明であり、皇帝を補佐して逆賊を打って司会を平和にした。お前ら君臣は道理を知らない。険しくて遠い場所に本拠地があることをいいことに王命に違反し、勝手に任命したりして皇帝を侮辱している。お前らは殺されても文句は言えないやからなのに、まさか曹操殿まで侮辱するとはな。と言って賢秀は漢中の頭を掴んで無理やり地面につけさせて、剣を抜いて、これを切ろうとしたみたいね。これは怖すぎますよ。まさか使者がここまでやるとは。祖国炎はこれに恐怖を抱き、裸足のまま急いで賢秀に抱きついて漢中の命乞いをし、祖国炎の左右の人は色を失い賢秀はこの場の空気を完全に支配した。賢秀は席に戻って早々に協力した場合の利害を丁寧に彼らのために教えると、全員がひざまずき賢秀の要求のほとんどを承諾し、両党の使者を、祖国炎は辞退し、延旦の元援軍も送らなかった。賢秀はこの任を完璧に成し遂げました。援軍を送らせないどころか最終的には相手全員が屈服してましたからね。曹操は南皮で延旦を滅ぼすと賢秀を軍防援に任命し、右岸討伐戦にももちろん参戦し、竜城に到着すると後右岸攻撃にも任命された。207年にかつて賢秀が脅した両党の公孫公が炎章の首を曹操の元に送り届けてきて、曹操は炎章の首を箸にかけたんだけど、賢秀は昔仕えた主君が、このような目に遭っているのを見ると悲しくなり、彼の首の元で祭祀を行ったの。当然ながらこれは罰せられる行為ではあったんだけど曹操は、これは義である、と言って彼を母祭としたの。
賢相は裏切りたくて殷商の元を離れたわけではないですからね。複雑な感情ではあると思います。215年、漢中討伐戦にも賢相は従い、平定後は曹操は帰還したものの、賢相は中五軍としてしばらくこの地に留まった。しばらくして行に帰還し、兵予行為に任命されて特製助州軍所軍事として兵を率い、東来の族の頭を討ち取り、東の地域を平和にさせた。西に行ったり北に行ったり東に行ったり、忙しすぎるわ。賢相はしばらくは漢中にいたみたいですし、もしかしたら攻めてきた劉備軍とも戦ったこともあったのかもしれませんね。220年、曹丕が即位すると賢相は指示せず、五線紀公衛に任命されて将兵に駐屯することになった。この時問題になっていたのが辺境に住んでいる民の問題。この地域に住んでいる人々は山や川があるところに無断で住み尽くし、さらに困っている人の中には異民族の戦費のもとにまで逃亡する人がいたの。数千人規模の民たちがいろいろな問題行為をしていたみたいね。だからまず賢相は仁愛と仁義を明らかにし、逃亡した民たちのことを許して戻ってくるようにお願いを出した。その結果、建義中郎将高孫秀は部下を引き連れて帰順してきたので、これを許して本軍に送り、戦費のそり、尾からの十数万の部落は賢相が優しい男だと知ると戦わずに帰順してきた。戦いもできるし懐柔もできる男ね。戦わずに勝つのが一番の策ですからね。なまじ、賢相はこれまで何度も対戦を経験してきた男なだけに、いるだけで怖い存在になっています。その後、義和後を討伐するために大軍を用意すると賢相もこれに呼ばれたものの、なんか中止になって劉中郎将、関門大主に任命されることになったの。この地もまあ辺境にあり、きちんと一応の備えはやっているんだけど、族の略奪が絶えない地域だった。そこで賢相は民たちに戦いの極意を教えて、さらに上領して右岸の500余暇の租税を免除する代わりに、さらに遠くの地にまで石膏を派遣できるようにした。こうして族が国境を越えてくることがあらかじめわかるようになったので、賢相は族が来るたびに兵士を率い、これに毎回勝った。何回も勝つと官民もどんどん自信がついてくるもので、この地に族が来ることはなくなったの。いろいろな辺境で結果を出す男です。賢相は守るばかりではダメだと思い、罹患の刑なんかも積極的に取り入れたりもしている。戦費の族長であるほどこん、節気でイラハカヒノウと仲違いを起こして部落3万余暇を率い、賢相に帰順を願い出てきた。賢相はここであえて自分は出陣せずに投降してきた彼らだけでカヒノウと戦わせ、カヒノウの弟の諸羅公、義に謀反をした右岸の木義公王道、王吉らを撃たせて万が一にも仲直りをできないように仕向けた。こうして彼らを旧敵同士にしてから、ようやく賢相は自ら出陣し、節気でイラと共にカヒノウ軍を大破したりもしているの。なかなかにえげつない作戦をするわ。投降してきた信頼できない仲間を信頼できるようにするためにはこうするしかないってことですかね。辺境の土地では一回負けるだけでとんでもないことになりそうですからね。賢相は火災戦費の不当ら14万家と通じ、京北の元の城関城を修復してその地に兵士を留めて内外の混乱を鎮めた。異民族は大小問わず賢相に心を寄せ、謀反をした人がたとえ自分の親戚だろうと捕まえて賢相に送り届けるほど賢相はこの地域のことを掌握した。こうしてひとまずは長い戦いが終わって、一応は平和になって族から攻められることはなくなったの。こっちから攻めてコテンパンにしましたからね。数年間はこの地も平和になるはずです。賢相は平和なうちに優秀な人物を集めたり抜擢し、大学で授業を受けさせるようにした。そして帰ってきた者に学んできたことをこの地で教えさせ、この地域の学問所は数年で盛んになった。この地は辺境だけにいろいろな問題点があり、後部というところでは井戸の水に塩が混ざっているのか、塩辛くてとても飲めたものではなかった。だから水を汲むだけの作業でも七里の距離を往復しないといけなかったみたい。賢相は地形を計算し、山から城内まで水を引っ張ってくることに成功し、民はその利益に大喜びしたみたい。軍事も内政も計りごとも全部できる男です。
逆に言えばそれほどの人物じゃないと辺境の地の管理は無理ってことなんですかね。226年、曹営が即位すると検証は寛大公に報じられた。228年、辺境の名称である五岩公位殿与は国境を越えて出陣し、可否能に馬遊城で包囲されて検証に救援要請を送ってきた。検証は即座に兵馬を整えて助けに行こうとしたものの、部下から法律違反の出陣はしてはいけませんといさめられたんだけど、殿与は自説の将であり、これが包囲されている異常事態で役人ごときに俺を拘束できるかと検証は言い、急ぎ上表して殿与を救援に向かった。検証は殿与にも手紙を送っていて、まずは西に行って賊を討ち、そして東に行くのでそこで合流し共に賊を討とうという手紙を送り、この手紙によって殿与軍の士気は蘇ったの。検証は密かに一軍を異民族が通る別の道に派遣しており、異民族はもとより検証に恐れを抱いており、特に戦費の人々は戦わずに帰ったみたい。こうして軍が平城に来ると検証は敵を粉砕した。殿与は地位がある武将なので法を多少は曲げたとしても失うわけにはいかないってことですか。軍を派遣するだけで戦費族を帰還させる検証のネームバリュータルやすごいものがあります。可否能は再度軍をまとめ攻めてきたものの、検証はまたもやこれを破った。検証は職の諸葛亮がたびたび出征し、また長年戦っている可否能がとても狡猾であることも知っていたので、彼らが吉見を通じているので防御を固めるように上表した。時の人は諸葛亮と可否能の距離は遠すぎる。吉見を通じるわけがない、と全くこれを信じてなかったんだけど、この頃諸葛亮が岐山にいて可否能の元に使者を送ってこれと通じ、231年に諸葛亮が北伐すると可否能は北地軍の石城でこれに呼応してきた。検証は長年可否能と戦ってきましたからね。当然、相手のことをよく知っているはずです。曹営は検証に御事乗りを送り可否能を討てと命令。時に可否能は南の砂漠に帰還しており、検証は兵州四季月と会議を開き、異民族はよく移動するが同じ場所にはずっと留まらない。もし今から軍を送ってもこれには追いつけないだろう。それに戦うにしたって山や谷が険しくて兵糧の輸送も難しい。そこでだ。信仰と願文を守っているに将軍を京北に駐屯させて、外に向かっては鎮部させ、内では兵士たちに屯田させて兵糧を備蓄するのはいかがか。馬が肥える秋から冬にかけて州軍と共に可否能を討つ。万全の作戦だ、と述べたんだけど、この作戦が実行される前に検証は病死したみたい。もう30年以上も戦い続けてきましたからね。検証は軍にあること12年にもなり、その威風は天下によくとどろいた。その辺境統治の功績は殿与に次ぎ、民たちは彼の死をとても悲しんだ。鎮守は検証のことを義を苛烈に守り、威厳と功績はものすごいものがある。検証は軍師程度の役職で生涯を終えたので、その能力を存分に発揮できなかった、と述べてるわ。もっと上の位に任命されていればもっとすごい能力を発揮できたはずだと。確かに、鎮守が残念があるのもわかるほどの功績を挙げた人物でした。さていかがでしたでしょうか。今回の人物は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。まさに辺境統治の名将と呼ばれるにふさわしい男でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。